どうもこんにちは。 SNS で発信してるとね、やっぱりアンチコメントとまで言わなくても自分と違った意見の人って当然出会うんですよね。それは SNS で発信してるからではなくって、普段の会話の中でも自分の言ってることや考えてることが聞いてる人、周りの人に 100% 合致するってことはまあないと思うんですよ。例えば私がね、 NHK 党がものすごく面白いよ、結構面白い発信が続いてるよとか言ったりね、令和新選組好きだなとか言っても、なんかやっぱこうちょっと違った考えだなというふうに言われたりとかね、するとか、かといって自民党応援だって言ったら、あんな増税組織どこがいいんだみたいな言われたりとかね、結局自分の考えを話したところで、話せる内容って一部なんで、その一部がね、他の人の一部と合致しないことって当然あるんですよね。自分の趣味の話にしてもそうですし、趣味嗜好、こういったものをいくらね力説したところで、やっぱりそうじゃないって考え方もいるんですよね。こっちのラーメン屋美味しいよねって言っても、そのラーメン屋がたまたま嫌いな人に対して言ってしまったら、あそこの味が美味しいのっていうふうに、まるでね、自分のこう感覚が誤ってるかのような印象をそこで受けちゃうこともあるんですよ。でもここに対しては私は思うんですけども、まあ十人十色ですよ、やっぱりどんなことも、だからね、自分の乗っている車がねダサいよって言われても、そう思う人もいるでしょ。そう思う人は買わなければいいんじゃないですか、乗らなければいいんじゃないですか、いっぱい選べる種類があるわけですからね、っていうこともありますしね。ただ一つね、これは許しちゃいけないっていうのが、人に対することかなと思うんですよ。例えば自分の大切な友人が、人それぞれ好き好みあるにしても貶められた時はね、俺はそれこの友人のことは好きなんで、聞きたくなかったねと、でそれはやっぱり良くないと思う。一つの評価感想としては分かるけども、それによって同調はできないよと、そうは思わないもんっていうふうにやっぱ突っぱねてあげることぐらいかなと思いますよね。だからそれをね、適当に話し合わせて、そういう部分もあるよねっていうふうにやっちゃうと、その友人をこうちょっとね揶揄した、バカにしたその人っていうのは、自分の意見に賛同してもらえたと思っちゃうわけですよ。そうするとそいつは何を言うかっていうと、そのね、その揶揄した友人に対して何か言うときに、あいつもそう言ってたぜ、みんなそう思ってるんだよっていうふうに言うわけですよね。例えば A 君のことを B 君が貶めようと思って、A 君ってこうだよねって言ったのに同調して、いやそういうとこ確かにあるよね、借りたもの返さないみたいな癖あるよねって言ったら、 B 君は A 君に何て言うかっていうと、おい久保もお前さ、貸したもの返さないって言ってたぞっていうふうに自分が思ってるくせにねなんか人のことにするんですよ。でもそこで、いや彼はそんなものを返せないみたいなことはないよ、うっかりして借りすぎちゃったってことはあるじゃない、それはでも裏を返せばそろそろ返してよって僕らも言わないといけないことだったんじゃないの、貸した方のね責任として。やっぱり借りた方っていうのは忘れちゃうこともあるし、いろんな事情で1週間で返すよって言ったものがついつい1ヶ月みたいなこともあるもんね。俺なんてさ、 CD レンタルね、ツタヤ行って何回も延滞金払ったもんみたいな感じで言うとね、やっぱりこう一緒に責めたことにはならないかなと思いますし、むしろね、一つの個別具体的な例を客観的一般的な解釈として、そういうこともあるから守ってあげようよとか、ね、許してあげようよみたいなところにこうね、諭すことにはなるのかなと、だそういうふうにして緩衝材になってあげることができると思うんでね、ちょっと今回の、ナミさんの話とはずれたかもしれませんけども、なんか自分と違った意見に出会った時っていうのは当然それは起きうることなんで、人によって価値観判断は様々だよねと。だから自分と違った意見に出会ってもその人をね、いわゆる論破するっていう方向に行くの間違ってると思いますよ。だって受け取り方は本当様々なんで、しかも時間が経ったら自分が確固たる信念を持って考えてたことがあれ違ったかなって思うこともあるもん、それは、でしょう。私はそうしか思えないですけどね、十人十色なばかりか、自分の気持ちも行ったり来たりするわけですよ。そのぐらい流動的で不安定、いわゆるね、ブレるんですよ、人ってのは。ブレるんでいいんですよ、それで、だってね、
元気のいい時と元気のない時で判断変わってきますしね。朝と夕方でも気持ちは変わるわけですよ。雨が降ったら憂鬱になる人もいるでしょ、だからそんなもんなんですよ。そう思ってね、どういうふうな心の変化が起きても人間だからあり得ることだよねと。相田みつおさんじゃないですけどね。じゃあ以上です。いってらっしゃい。